はい、後藤照樹です、今回の動画は、芸能人は、スキャンダル NG ですけど、政治家は NG じゃないんですっていう、話です。渡部さんがね、スキャンダルで、自粛というか、なんかこう、なんていうんですか、ちょっと出演見合わせみたいなありますけど、でもその渡部さんだけじゃなくて芸能人の方、宮迫さんとか、あと誰だ、たくさんいらっしゃる、その結構いるじゃないですか、俳優さんの人とかいろいろあると思うんですけど、法を犯したり、法を犯してなくてもちょっとモラルとか不適切なことで、テレビに出られないっていうのがあると思うんですけど、僕はそれはね仕方ないと思うんです。なぜかっていうと、テレビはスポンサーで運営していて、スポンサーっていうのは視聴者、お客様の、ありきなんで、視聴者が反感買うようなことがあれば、スポンサーとしては、その意向に沿いたいっていうのは普通だと思うんです。なので、視聴者が反感買うような人がテレビに出てたら、そいつはやめてくれってなるのはもう自然だと思うんです。それはもうしょうがないと思います。それは、資本主義なんで、それは仕方ないと思います、なので逆に言うと、もうそういうテレビとかに出ていろんな人、家族とかだけじゃなくて、なんか不倫は家族の問題だとか、グダグダ言うなっていうバカがいるんですけど、たまにコメンテーターとかでバカがいるんですけど、それもうバカなんですよ。なぜかっていうと、その演者がなんかやらかすことで違約金とかかかるし、番組もう一回撮り直さなきゃいけないとか、お蔵入りになったりとか、いろんな人に迷惑かけるわけですよ今や。昔だったらね、なんかもみ消されてたようなことでも、今もうネットですぐ拡散されちゃうん で文集法とかもあるんで、だから不倫とかはもう家族の問題だって言ってるやつもアホなんですよ。だからもう誰かに迷惑かけちゃうから、特殊な、ね、人だったら、そういうキャラだから許されるみたいなありますけど、例えば渡部さんみたいなね、そういう、渡部さんは特殊なキャラじゃないですよ。例えば不倫とかしても OK なキャラじゃないわけですよ。なんか毒吐いても OK なキャラではないわけですよ。渡部さんはだからちょっと誠実そうとか、真面目そうとか、家族に対してちゃんと、やってる人とか、そういうイメージ、そういう印象で買われてるわけですよ。スポンサーから買っていただいてるわけですよ。で、番組スタッフとかのやり取り、連携でその制作してるわけですよ、番組を。そういったもの、もろもろ、事務所も含めて、すべて、お客様も含めて、ファンも含めて、全部背負ってるわけです、テレビに出るってことは。なので、そういう考えに至らないのかなと。いろんなものを背負ってるって考えたら、あ、これはやっちゃいけないこと。これやってたらもうそれは清算しなきゃいけないことっていうのを考えなきゃいけないのに、考えないっていうのはちょっとやっぱおかしいと思うんですよね、それは。それはだから渡部さんだけじゃなくて、いろんなその芸能人って全員そうだと思う。基本例外の人はね、なんかある、特定のキャラの人だけはちょっと許されるみたいな人はいますけど、基本的にはテレビに出てお仕事させていただくっていうのは、いろんな人との関係のやり取りとか、いろんなものを背負ってるものが多いから、本当に真面目に生きなきゃいけないみたいな、そういう状況になってるわけです、今のご時世、芸能人っていうのは。だから自分をね、襟正してやんなきゃいけないと思うけど、芸能人の方は。でも政治家は違うんですよ。政治家はスキャンダルを起こしてもいいんですよ。不倫してもいいんですよ、政治家は。なんでかっていうと、政治家は、国民一人一人の代表だから。真面目ないい子ちゃんを選ぶのが政治家じゃない、選挙でも政治家でもないから。もちろんその基準として不倫とかするやつ、犯罪を犯すやつとか、そういうのは、選ぶのは良くないとか叩かれるけど、それは民主主義だから。例えば不良だとか、不倫が大好きな人とか、なんか犯罪が大好きな人とか、もうなんか変な例えしてますけど、そういう人たちの一票があれば、別に政治家として別に何の問題がないわけです。民主主義なわけですから。そこはだから資本主義というか、そうじゃなくて、その民主主義で、世の中にね、不倫するやつがいるんであれば、そういうやつっていうか、そういう人たちの支持を得れる人もいるだろうし、例えば大麻とかね、大麻、ね、犯罪ですけども、大麻解禁しようという人がいれば、
そういう政治が通るわけですよ。通る可能性があるわけですよ。でもテレビだと大麻いいとか言ってたら、それもうそれだけでもう出れないわけですよ。テレビだと芸能人は出れないわけです。芸能人はもう大麻いいということを口走っただけでもうスポンサー的にもうちょっと NG になっちゃうわけ。だけど政治家は違うじゃないですか。政治家は逆にそういうことを言う人を応援したいっていう人もいるわけ。だから不倫なんか問題あるのと、大麻なんか問題あるのと、そうだから俺もね、例えばチンコとかマンコとか言っててね、そういうあのテレビだったら出れないですよ。テレビだったら出れないけれども政治家としてだったら応援したいっていうのがあるわけです。だから芸能人だとスキャンダルは NG だけど、政治家はスキャンダル NG じゃないんです。よくなんか政治家ね、スキャンダルはげ違うだろうとか言って叩かれたりしてますけど、別にいやハゲ違うだろうっていうのを応援したい人もね、少なからずいると思うんですよ。だから国会議員にはなれないかもしれないけど、地方議員とかだったらなれちゃったりするわけですよ。なのでそこは僕は違うと思うし、だから僕がテレビに出ないのは出ないっていうか出させてもらってないんだけど、テレビに出ようとしないのは窮屈になるか出ないんですよ。テレビに出るっていうことは、箕輪さん、箕輪さんとかもなんかこうネットだとうるせえバカとか言ってたけども、テレビだと謝罪して逃げちゃったじゃないですか。テレビに出るっていうことはいろんなものを背負わされるわけです。だからその真面目に生きなきゃいけないわけ、テレビに出るってことは。真面目に生きるっていうか、ちゃんとね、皆様に嫌われないように生きなきゃいけない。嫌われるとしてもうまい感じでね、例えばマツコさんとか有吉さんとか、そういうなんかこう毒舌、いい感じの毒舌とかね、そういう技術を作ら、やっていかなきゃいけないんだけど、一般的にはだから嫌われちゃいけないから不適切なことをしちゃいけない。でも政治家は違うんですよ。スキャンダルを起こしても全然問題ないんですよ。犯罪を起こさなければ。犯罪はダメだけど政治家も。でもね、その大麻解禁してもいいとか発言しても全然問題ないし、不倫やってなんで悪いんだとか言っても問題ないし、ね、ハゲ違うだろうとか言っても問題ないんですよ、うん、ただそれ選ぶ人がいるか、選ぶ人が極端に少ないだけで、うん、だから俺はそういうスタイルでやってるわけです。なんて言うんだろう、まあ、テレビだとそういったね、なんつうんだろう、本当に窮屈に生きなきゃいけないけど、テレビじゃなくて今ネットがあるので、ネットで自分の、チャンネルとか自分のホームページで発信して、自分はこういう人間ですと、こういう感じで政治家として、頑張っていきますと、そういうふうに僕はやってるわけです。もう最初からだから最初からもうテレビに出る気ないんですよ僕。テレビに出るとかね、いわゆるそういうメディア、マスメディアにお願いしますっていう気はないんですよ。そもそも戦略として、もう俺は好き勝手生きるぞと、そういう政治家になるんだと。だからなんとかぶっ壊すじゃないですけども、そういう本当になんかそういったなんか既成概念というか、いい意味でね、いい意味でぶっ壊していきたい、その矛盾をついていきたいなって僕は思ってるので、だからね、ね、AV とかアダルトビデオとかも、ね、モザイクとかいらないじゃないですか。まあ欲しい人はつければいいけれども、無修正でいいじゃないですか。で外国だと無修正で見れるのに、アメリカだったら無修正で見れるのに、日本だと見れないって、これ日本の富が、ね、流出してるわけですよ。その分ぶっちゃけ簡単に言うと。でもそんなこと言う政治家いないでしょ。そんなこと言うだけでさ、けしからんという叩かれるでしょ。だから俺はそういうこと言う政治家がいなきゃいけないなって俺は思ってるわけ。だからモザイクだけの話じゃないよ。いろんな話あるわけ。事なかれ主義で普通の政治家はその、ね、見過ごしたりね、スルーしてきていること、うん、でも俺はそこもグイグイ行くと、うん、あとはお前らが俺に投票して当選させるだけだって。で当選っていうのはだから分かんないですよ、まあ、いろんな選挙あるんであれですけども、だから本当後藤輝樹ただバカだなみたいな、言ってると本当にどんどん窮屈な世の中になって、本当つまんない世の中、自分で首を絞める、自分で首を絞める世の中になっていくと僕はちょっと思ってますので、僕はだからそこに対して何かしら貢献できたらなと思って、いや僕しかできないじゃんか、後藤輝樹しか、そんなこと言えんのって。
ちょっと頭おかしいやつじゃできないと思うんですよ。頭おかしいけども、実はちょっとちゃんとしてるっていうような、頭おかしくはないと思いますけど、思いたいですけど、そういうね、幅があるやつじゃないと、変えられないと僕は思ってるんで、はい。ということで、芸能人のスキャンダルはダメだけど、政治家のスキャンダルは問題ないという話でした。はい。以上、後藤定期より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。お前ら愛してるぜとか言う政治家もいないだろ。